ネタバレはコメントに書かないようお願いします。書くときは隠して書いてください。ネタバレコメントは削除させていただきますのでご了承ください。はい、ということで前回、ナオさんと犠牲者のビデオを見たところ、女性警察官がピーされる瞬間が映っておりました。そしてその人の目の前には金髪の男の人、彼は果たしてあの人なのか。可愛らしいマリサラ等に嫁を書いてくれました。私が証拠を突きつけた瞬間だな。イラストありがとうございます。ついに最後の日ですね。体は着地時に疲れてる。頑張らなきゃ、クリアチップは8枚か。あのレコさんにもらった怪しいチップも合わせてですよね。嘘のまで手に入れたチップだからな。信用できないよな。いいか、俺は絶対に、ゴーヤは食べない。チャンプルーが食べたいと申し付けたじゃないですか。私はチャーハンって言ったのよ。あう、大体朝食にチャーハンは重たすぎませんか。ゴーヤチャンプルーが軽いのかしらね。やれやれ、どうやら、くだらない喧嘩が朝から起きているようだ。あんまり関わりたくないな。アトラクションでも行こうかな。アリスさん、好きじゃないです。はっきりとよな。さ、アトラクションアトラクション。朝から苦味を感じたい人間なんて、いないのよ。でも、朝にコーヒーを飲む人は多いです。うぶぶ。あの、喧嘩はやめてください。自動員マリサラ。見苦しいところを見せたな、どうだ食うか。いえ。それじゃあ失礼します。全部食べなきゃペナルティーです。食べないとピーされるってさ、刑が重たすぎる。おい待て、涙人形半泣き。頑張ってください。お、落ち着け自動員マリサラ、昨日とかお付きが違うな。え。話し相手になってやる、代わりに緑の部分を食え。迷惑な取引だな。でも基本いい人なんですよね。少しの間、アリスさんを構ってあげることにした。しょうがねえ構ってやるか。ふん、まさかゴーヤがここまで美味しいとはな。俺の舌はデスゲームの中で成長したようだ。食わず嫌いだったんだろうな。結局食ってるんかい。適当な話題。今日の天気はどうですかね。お年寄りかな。そういえば、レコさんとは会話できてるんですか。ゲホ、ゴホ。なぜそこへ踏み込める、ガサツなのか自動員マリサラ。まさか、まだほとんど喋れてないんですか。だが、遠巻きに観察することはできる。レコは変わったと俺は確かに最初、そう思っていた。しかしここ数日を見ると、やはりレコはレコだった。俺のよく知るあいつと本質は何も変わらなかった。そこに気づいてしまったのさ。いい話普通に語ってる。自動員マリサラ、そもそもお前はレコの過去を知っているのか。え、それは。これを見ろ。アリスさんは服の間から、折りたたんだ紙を取り出した。これ、雑誌の記事ですか。ある日、優しい優しい看守がな、俺に渡していったんだ。そこには小さな記事で、30来888解散、と書かれていた。サムライアイバは、レコが以前組んでいたバンドだ。メンバーの一人が脱退し、ボーカルがもうこのバンドの曲は歌えないと発言しグループは解散した。バカなメンバーが不祥事を起こして、そのバンドの歌をレコは歌えなくなった。不祥事、ですか。殺人だ。なぜか公にはされなかったがな。これアリスさんが起こした殺人の話ですかね。バカなメンバーって、まさか。この記事は、俺の戒めだった。俺は、レコの心を深く切り裂いた。それは、俺が刑を受けたところで言えることのない傷だ。だが、この記事はもう、俺には必要ない、捨てておいてくれ。え？俺が向かい合うべきは記事じゃない、レコ本人だ。頼んだぞ。今死ねえか。バンド解散の記事を手に入れた。よし、そろそろアトラクションを進めようか。きっとこの記事がレコさんが本人かどうかを見分けるアイテムになりそうですね。しかしこれでサムライアイバとは、読めない。アリスさんもレコさんと一緒にバンド活動してたのか。そうだ。最近上の幻影濃度がヤバいことになってきている。どうにかなる前にハンナキーに何とかしてもらうか。前回のビデオでナオさんも結構来てますね。この情も優しい顔よ。犬のキーホルダーも泣ける。情はきっと見守っていてくれてるはずだ。イラストありがとうな。ハンナキーです。今後からは持ち場を離れないようにいたします。そうか。皆様の心と体のケアはお任せください。ということでマリサラさん、あなたの心を侵食する幻影、少しだけ忘れてみませんか。忘れる？はい、幻影で精神を病んでしまっては大変です。取り返しのつく段階で、ぜひ、改めて聞かせていただきます。マリサラさん、装置を使って幻影を忘れてみますか。どうしようか。なんかちょっと怖いけど。わかった、やってくれ。はい、大丈夫ですよ。とっても気持ちのいい装置なので。ね、ねえこれ本当に大丈夫？んしょ、これを頭に取り付けて。ね、ねえこれ本当に平気なのか。こんなに体にごちゃごちゃつけて。大丈夫です。大半の装置はついでに肩こりを取るようなものですので。私、肩こりない、けど。それでは行きまーす。おー、ごえー。マリサラ人造人間にされちゃうんじゃないです。あ、ジョー。あ。ジョーがだんだん溶けていく。あ、きっと忘れてきてるんですよ。ああ。うわぁ。は、は、は。いかがでしたか？頭の中がスッキリしたんじゃありませんか？は、は、え？本当だ。あははなんだろう。辛かったことが嘘みたいだ。すごく頭がスッキリした。幻影濃度がゼロになった。ジョーのことを少し忘れた。二度使うと危険なので、これ以上はやめた方がいいです。あ、わかった。ありがとう、ハンナキー。感知したわけではないんです。幻影を見ないように意識してくださいね。いやぁ、スッキリスッキリ。え？ジョー？誰ですかそれ。忘れてないくせに、へいへいそこの二人でとかいいねえ。羨ましいねえ。なんかこいつ人格まで変わってきてないか。さっき頭に色々つけられてましたからね。よし今日はカードゲームで勝負だ。あ、
刑事さん。この人上の幻影より刑事さんのこと忘れさせてもらった方が良かったんじゃないですか。君には少しでも多くチップを集めてもらいたいからな。今日中に全員10枚にしないとまずいからな。ということで、タチウオカードバトル開幕です。ダメ打ちですけど。カードバトルは任せろ。七並べは地元じゃ負け知らず。習字と明らかな。てか七並べって勝ち負けあんの。まずはお前が相手か。宇宙人ですね。ルール説明。呪文人格変わってんだよな。4種類のカードから順番に3枚のカードを選択し、バトルしましょう。え？あ？何ちょっとよくわかんない。よかった、いつものマリサラだ。相手がタメを選んだ時に歯を出せば攻撃成功。しかし攻撃するためにはタメが必要。そんな感じのゲームです。なんだかわかんないけどやってみよう。お前銀の命も預かってるんだから適当にやるなよ。タクシー運転手になったつもりで頑張るわ。首の向きはそれでいいの？まだ首が座ってないんだろ。赤ん坊じゃねえわ。そうして、いつものように一人目、二人目は難なくクリア。問題はいつも三人目なのであった。いや、どこが難なくよ。マリサラやられちゃってるじゃん。銀頑張れー。小学生にこれはプレッシャー半端ねえだろ。相手はタメが一つ溜まってる状態。銀は最初に攻撃が来ると予想。マジで攻撃来ました。銀の勘半端ねえな。だがお互い二つ溜まっている状態。ここはタメを三つにして必殺技を打ちたいところ。さあ銀どうする。相手の攻撃もかわしたいところ。最初に攻撃が来ないと予想。そして必殺技を打つ。攻撃来なかったー。だがお互い必殺技を打ったため相殺されました。そして相手はタメを一つゲット。よく見たらこの中のやつチャラそうだな。マジで今はそんなことどうでもいいです。銀タメタイが相手からの攻撃も怖い。さあどう出る。どうしても必殺技を打ちたい。銀勝負に出ました。銀っていうか操作してるのに。さて最後の札は、おっと攻撃を食らってしまった。だが次は必殺技が打てます。あいつ1枚目はためてきやすいと思うなん怖いよ。いきなり喋り出しました。アドバイス聞いただけだろ。最初はためてきやすいということで最初に必殺技を持ってきた。これで相手の体力を削り切れるのか。本当に最初ためてた。あ、だが削り切ることはできませんでした。お互いためは1。必殺技を打ちたい銀くんはきっとためさんを選ぶと思いますね。はい。何？タメ打ちカード解説者。いや銀くんタメさん選んでませんけど。銀くんひよったな。もう残り体力になんだよ。しょうがねえだろ。おっとお互い必殺技はなし。次に相手がどう出るかで決まります。敵さん最初はタメでしょ。3つ以上たまらないんだからタメたって意味ないだろ。だが銀くん自分を信じておっと防がれてしまった。そして相手は必殺技を打たないという行動に出ました。銀くんここは絶対に防ぎたいところ。鉄壁の守り。だがしかし敵さん必殺技ではなく歯を打ってきました。いや最後に必殺技。お互いためのない状態。いい勝負になってきました。おっと銀くん最後の勝負に出ました。お互い必殺技を受けるとそこで勝負が決まります。うわー、ただのミニゲームだと思っていたが面白いじゃねえか。これは必殺技を打つ順番が決め手になるでしょう。さあどうなる。これで決着はつくのか。決まったー。敵さん、なぜ3つ溜まっているのに最初に溜めてきたのか。疲れたんだろ。よし、クリアチップあと1枚。やったなん、マリサラ姉ちゃん、僕たち最高のコンビワン。このお星様も分け合うなん。マリサラ姉ちゃんに一つ、僕に一つワン。銀はちゃんと10枚溜まるかが心配だ。選ぶよ、姉ちゃん。マリサラ、メダルの交換、しないか。何枚、欲しい？俺は、40枚あるよ。マリサラは20枚でいい。マリサラにとっても悪い話じゃないはずだ。なんだ、キュー太郎さんの様子がおかしいような。でも40枚か。それだけあればビデオも全部見れるかも。よし、話し合おうぜ、マリサラ。マリサラ、お前さんメダルは持ってるか？はい。20枚でいいんだ、交換してくれぜよ。俺は、40枚出すぜ、悪い話じゃ、ねえだろ。キュー太郎さん、不穏な DGM が。キュー太郎さん、どうかしたんですか？様子がおかしいですよ。そんなことねえぜよ、ちょっと疲れてるだけだ。だいたい、なんで急に自分が不利な取引を？どうせ自分のメダルは価値がねえんだ。お前さんが持ってた方がマシでよ。交換してくれるだろ、マリサラ。ちょっと待ってください。なんかやっぱり変ですよ。そんなことねえ。これはただの取引でよ。お前さんに損はさせねえ。俺を信じろよ。でも。頼むぜよ、マリサラ。俺は40枚出す。お前さんは20枚でいいんじゃ。交換してくれるぜよ。キュー太郎さんは変だ。でも、この取引は私に得がある。嫌な予感がするけど、それでも、この取引を行うべきだろうか。すみません、やっぱり交換はできません。マリサラ。少し落ち着いた方がいいと思います、キュー太郎さん。そうだな、悪かったマリサラ。あいつ200枚集めたいだけだろ。これで、話し合いは終わりだな。収穫はなしか、そろそろ交換した方がいいのか。さて、どうするか。両手めえ、調子はどう？何の用だ。怖ーい、調子聞いただけじゃん。両王子不良は許さないよ。二者面談をしたいと思いまーす。二者面談、だって？あ、私交換所に景品を交換に、いけない。ちゃんとメダル集めてるかーてめえ。メダルか、まああと1枚で10枚だ。どや、あ。偉いですねマリサラさん、先生の言いつけを守る良い子です。話は終わり？強気だねー、心がすれてきてるんじゃないのてめえ。まあいいや、ちなみに景品交換所で手に入る個人情報は見たー。あれ使うと、モニタールームの人工知能が起動して会話できるようになるんだよー。すげーでしょ？人工知能か、まだわからないことだらけだ。ノエル、人工知能について詳しく教えてくれないか。てめえ態度悪いからなー。可愛く頼んだら考えてやるよー。なんだって、しょうがねえなー。じゃあ行くぞ。
うー、お願いノエル、教えてほしいんだ。うー頼む。撃ってほしいなーてめえ、あはは。まあいいや、教えてやるよー。人工知能は、てめえら参加者をもとに超しっかり作られた複製みたいなもんでーす。しかも感情表現に秀でた、心を持つ人工知能なんだよ。性格や記憶も、すべててめえらを監視し続けていた情報をもとに入力してるんだー。監視し続けた、だって？うん、そして記憶は半年ごとに定期的にアップデートし続けてるんだ。ま、本気出せば1日で最新の記憶にできるんだけどねー。本当はデスゲーム中の記憶も、順次アップデートしていく予定だったんだけど、三島の人工知能に死んだ時の記憶を入れてみたらバグっちゃったんだー。あはははは。お前は、けど、人工知能って記憶よりも人格の構築がとても難しくてねー。記憶と違って、性格は3年ごとのアップデートでやっとなんだー。3年ごとって、それじゃあ一体いつから私たちは。気づいたか？てめえらの日常は絶えず見張られてたんだよ。まあ、そんなとこかな。せいぜい死なないように頑張りなよ、指導員マリサラ。死んだら服はもらってあげるけど、な。なんで、やつだ。はい、これまた新事実がわかりましたね。まさか何年も監視されていたとは。さっきの人工知能の話を聞いてて思ったのですが、日和草人形説ってことはないでしょうか。日和草の人形に日和草の人工知能が埋め込まれてるってこと。日和草はアリスさんに P された。けどこのゲームに参加している人工知能と人形ならそれも可能ではないかと。前に部屋で日和草が何者かにぶん殴られたことがありましたよね。あの時だいぶ人格が変わっていたので、考察では二重人格か記憶喪失を疑ったのですが、もしかしたらぶん殴られた衝撃で人工知能が一旦ぶっ壊れたのではないでしょうか。頑張れば一日で最新の記憶にもできると言っていたので修理も可能かと。いやでもあの時カンナがつきっきりだったろ。え？あ？え？いやカンナが離れた時があります。マリサラとカンナ姉妹の部屋を探索してた時です。確かにあの後に現れた時の総さんはダーク総さんになっていた。修理されて戻ってきたんですよ。もしかしたら他の人形たちも人工知能が埋め込まれててただの人形ではないかもしれませんね。まあただの考察なので証拠は何もないですが。あと三島先生がバグっちゃったのはモニターが壊されたのと関係があるんですかね。いつこの記憶を入れたんだろうな。あと今持ってるメダルはこのような感じなのですが、デコさんの個人情報と残ったメダルでビデオをもらうか、それとも全てビデオに使うか悩んでおります。皆さんのご意見をお聞かせください。ということで今回はここまで。